ガラスミンが選ぶ超怖い映像、前回と比べてどうなの？悪くないっすね。全然見てなかった。気づいてないの？これはガチっすね。魂が宿ってそうな感じじゃないですか。もうこれガチやん。こっち一切見ずに息子の方を凝視してる。おお。え、ちょっとこれすごいな。え、待って、これはガチじゃないですか。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。リードです。皆さんこんばんは。ガラスミンが選ぶ超怖い映像だらだらということで、今回も始まりました。今4月ですよ。はい、4月ダライラコはないんかな、撮影。はい、順番おかしかった。4月はダライラコアの撮影がないんじゃないかなって寂しかった。でもこの後半になってマネージャーが俺に声かけてるわけ。用意してますよ。ギリギリでしたね。そうなんです。 MG セレクトですね。今ね、皆さんには見えないと思うんですけど、マネージャーはカメラの後ろで足組んでるんですよ。顔めちゃくちゃどうやってるんで、まあそれなりにもちろん用意してんねやろ。はい、前回と比べてどうなん？まあまあまあ悪くないですね。あ、そうなんや。今日なんかチラッと事務所で順番がどうのこうのって話してたんで、多分強いのがあるからこそそういう話をしてたのかなって思います。なるほどね。はい、でもちょっと怖いな。あのマネージャーの価値観ってもうバグってるやんか。はい。だから彼が怖くないやつ、俺ら怖いやつ、はい、すごいやん。そうなんですよね。多分どっちも連れてるんですよ。俺ら連れてるやんな。はい、正常や、あくまでももう。ということで進めていきたいなと思うんですが、気持ち悪いな。はい、めちゃめちゃ気持ち悪い。なんで俺がこんな画面の端っこに行かなあかんねん。ディエゴもな。はい、このスペースいるのかなっていう。いるに決まってるじゃないですか。いるんか。はい、丸一日無視とかしたい。かわいいかわいい、あの子召喚しようかな。じゃあよっしゃろうか。お願いします。いいよ。いいんすかよ。そんな偉そうな。あ、すいませんすいません。編集でドライでもなるから。編集って言っちゃってるじゃないですか。どうもコッシーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。コッシー、最近さ、はい、いろんな心霊スポット一緒に回ってるけど、はい、めちゃめちゃうまなってきたな。本当ですか？めっちゃうまなってきた。なんか緊張が解けてきたんやろな。そうっすね。そうっすね。僕が一番楽しみな企画ちょっと寄せてあげたいなと思って、はい、ダライラコア、はい、今回ちょっと一緒に見ていこうかなと思って、はい、めっちゃ邪魔ないけど、俺ほんまディーゴの横が一番好きやから。ディーゴめっちゃ好きやから、はい、俺ディーゴめっちゃ好きやねんけど、ディーゴ俺のこと普通やねんな。はい、めっちゃかわいそうっすね。え、コッシーは俺のことどう思ってるの？めっちゃ大好きです。あ、当たり前じゃないですか、そんな。そうだね。当たり前じゃないですか。そうなんです。大好きっす。ガチっすね、これ。そうだね。ガチラブっす。ガチラブか。はい、このこんなクソ真面目なんで、喋り方やっぱ若いんですけど、すっごい真面目で、その辺を安心してもらって、もう皆さんにも見てもらったんですけど、森林恐竜公園の動画とか、ほんまに僕とディーゴレベルというか、ほんまにその実況うまいんですよ。僕らってやっぱこの、最高な動画を作っていってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。このぐらいでいいか。はい、ほんま思ってないかな。何なんですか、思ってないってどうですか。さっきのくだりですか。やりにこんメンヘラみたいなこと。では早速いきましょう。はい、ならしめホラーチャンネル。おかしな人形。撮影者は引っ越しをしようと知人と荷造りをしているのですが、たった一つ絶対に持っていきたくないものがあるそうです。それがこのおかしな人形。撮影者はいくつか人形を持っているのですが、中でもこの人形だけは少し様子がおかしいようです。気になるな、これめちゃくちゃ。絶対に持っていきたくないものがらしい。人形ですか、また。そう、ちょっと早速見ていきましょうか。あっ！え？びっくりした。何すか？全然見てなかった。全然わかんない。気づいてないの？あれ？あれあれあれ？見といて。If you are interested in that doll, please let me know. Because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested. そうやな。Oh my god, that's a thing just moved.
Oh my god, are you f***ing kidding me? Likely to go to a good home. I mean, there's somebody out there that's interested. I don't... なそうやな。Okay. まずちょっと一個確認していい DM を、はい、見たことないね、見たことないねんけど、はい、別の動画これ見たことないぐらいこの場所めっちゃ覚えてないこのオレンジのライトでこれでしたっけ Because I don't want to keep her But I'd like her to go to a good home I mean if there's somebody out there that's interested I don't 気持ち悪い Did that? 入っててもおかしくない魂が、はい、うんで、ちゃんと反応してるんやろうなっていう風に感じましたね中からゾッとくる系のやつやねだから要するにだからこの人形は顔が動くんやこっちを見てくるんやどうなんでしょうねこれ確かに怖いと思いますよこれ、うん、でも僕の中ではちょっと違うかな、うん、なんでなんなんでなんまあ、糸かなんかで引っ張っても共にでもなりそうですし最初僕あのこの人形の髪が動いたのかと思っててそれに対してびっくりしたのかと思ってたんですよああもうそんなんじゃびっくりせん風やったんですか、まあ、糸で動かしてるのかなっていう、まあ、僕の憶測ですけど、うん、そう思ったって感じです DO 的にはどう僕これはあると思います俺もあると思うもうこれはあるでしょうもちろんその、一理あるよ、はい、これは紐で引っ張ったりもできるし、中に電池入れてそういう細工することもできるけどそういったところを見るんじゃなくてなんか魂入っててもおかしくないんやろなっていう感じかなあなんかこの動画に関しては作ったように思え動き方もそうですし、うんまあ、この人形自体にこの魂が宿ってそうな感じじゃないですか見た目もなだからなんか動きそうやないやほんまに僕も分からんこっち側の人じゃないですかまだ早かったちょっと早いかもしれないああそうかまあでもいいわやっぱみんなはそういうふうに見てるんやなっていうのがちょっとよく分かったわそうですまあでもこれはね結構いろんな人形を見てきた中でもあるんじゃないかなっていう種類の映像っすね。If you are interested in that doll, please let me know because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Did that? Oh my god! That thing just moved. Oh my god! Oh my god! Are you f***ing kidding me? Like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Her pretty face just. 見えない何か。幼い子供が楽しそうに遊んでいる姿が映し出されているのですが、奇妙な現象が起きたのでした。見ていきましょう。なるほどねこれはガチっすねガチガチガチっすこれはもう赤ちゃん普通立ってるじゃないですか、うん、急に倒れることって多分ないと思うんですよ赤ちゃんってもう体の中で多分一番、まあ、人間もそうですけど大人もそうですけど赤ちゃんだとやっぱ頭が一番重いじゃないですか赤ちゃんもあれ落ち着きましょうあれは、まあ、赤ちゃんって不安定じゃないですか体が。ギュッていくのもありえるのかもしれないですけどちゃんと垂直で立ってるんでなくはないんじゃないかなっていうなるほどねこれはな何とも言えへん何とも言えへんやつこういうこけ方するやんそうなんですよね、うん、その後ろにこける寸前に、うん、赤ちゃんが後ろからビュッてするんですよ土踏まずがまだ発達してないんでおっそうなんやはいだからこうビュッで、そのまんま後ろに倒れちゃったのかなこの勢いでっていうふうにも見えますねなるほどねでもそもそものこの「うっ」っていうこれを自分でやったのかどうかっていう動画やなねこれああもうどっちとも取れるやつやな、はい、これはちょっと皆さんにちょっと委ねてもいいですか難しいですいや高級ですねレクシー。わお。
戦慄迷宮。富士急ハイランドの戦慄迷宮をご存知でしょうか。知ってますよね。一度入ると約50分出られない最強のお化け屋敷です。本当に怪奇現象が起こるという点が最もヤバいと SNS で噂されており、多くの利用者が目の当たりにしてきました。今回ご紹介する映像は戦慄迷宮の入り口で撮影されたものらしいです。早速見ていきましょう。こちらです。坂道じゃないのに回り出して一回転するお人形。生きてる。生きてる。生きてる。やばいな。やってんな。やってますね。やってんな。どうですか、そのやってるっていうのは。一丁前にマネージャーが箸休めの動画挟んできたもんね。ああ、そうですね。ってことやな。まあまあ、そうですね。そんなにもまだ気づいてないんだ。気づかないですよ。もう初参加ですから、僕この。ああ、そうなんだ、はい、そうなんだ、はい。あ、いいで、全然。マネージャー、バーティーって。本当ですか。うん、わかりました。年下にいじられるのめっちゃ嫌がるから。いい。まあ、見てみたい。めっちゃ楽しみ。まあでもこの動画に関してはもうこんなんもう次行きましょう。中古車販売のチラシ。車を購入するのは新車だけではありません。むしろ中古車を購入される方もたくさんいらっしゃるかと思います。22年式の車で車検も8月まで残っており、49万とお手頃の価格のこの車、チラシに奇妙なものが写っていたのです。見ていただきましょう。あー、そういうこと？珍しいけど、はい、後ろの葉っぱじゃないですか。おー、葉っぱかなんかじゃないですか。あ、そういうことね。中にあるようには僕見えんかったっすね。確かにこれなんかあの植物系って言われたら植物やな。これってまあ切り抜いてパンって貼り付けてるわけやんか。普通にこれって外とか、まあ、うん、白壁なのか黒壁なのか分からへんけど、撮りやすいところでカシャッと撮ってると思うんだけど、普通に人の撮ったんじゃんって思ったけどね、うん、それが植物じゃなくて手やったとしても、これちょっと隠れとくから写真撮って、ちょっと待ってなの時に撮ったやつみたいな、うん、とも言えるし、そうです、ね、別にこれはまあ一概になんか心霊とは思えへんけどね。心霊写真っぽくはないですよね。違う、全然違うと思 う、 う、ね、なのでもうこれはおしまい。生きた人形。海外の動画共有サイトに投稿された不可解な映像です。大きめの人形を抱える一人の女の子の姿が映し出されていますが、まるでその人形が生きているかのような瞬間を捉えました。見ていただきましょう。あんねや。これガチやん。そうっすね。どう？僕ですか、うん、どっちとも撮れますね。どっちとも撮る。反応が、そうやね、俺も反応しか見てない。ガチっぽいっすね。一発目見た時に人形を抱えてる女の子の反応を見たんやんか。ほんだらもう明らかにこの首が回ったことに対して驚いてるよね。で2回目もう1回見た時に、撮影者の人お母さんなんかなと思って仕込んでるんかなと思って見てんけど、撮影者の人もっと若かったわ。ってことはそんな人形細工とかできるような年じゃないよね。登場人物この2人だけやからガチやな。人形の突き飛ばし方とかめっちゃリアルでしたよね。まあ、多分あの子はほんまに多分どっちにしても知らんと思うわ。ほんまやって信じてる子やと思う、リアクションが。もしかしたらこれ、お母さんが与えた人形、友達が与えた人形かもしれんから、その時点で仕込まれていたって言われたらそこまでやけど、そうですね、うん、ほんまなんやろなっていうふうに思うけどね。Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. 刑務所にて。
これはレディットに投稿された映像です。この刑務所ではたびたび不可解な現象が起こるらしく、その瞬間を捉えた防犯カメラの映像を別カメラで映した映像です。なぜその映像が出せるのかは不明らしいです。見ていただきましょう。こちらです。全部が完璧やん。はい、一つのドアが開くんかな思ったら全部のドアが開いて、もう従業員もこのお客さんももうめっちゃそわそわしてるやん。え、何が起きたみたいな。全員警察官。まあそういうことやんな、はい、えってなって見に行ってますから、ね、全員一回立ってな。ちょ、もう一回見て。ドアの開き方が、ほんまこの前回の警備員の人がなんかまるで人がおるかのようにこの扉が開いて案内するやつみたいなのが、あれと同じぐらいリアルやな。これはガチですね。なんか現場のピリつき感というか、むっちゃ伝わるっすね。警察署なりその刑務所のその防犯カメラの映像って世に出るかなみたいな。出るやろな。俺は出ると思ってる。海外やったらこういうの出すやろなって。日本は出さんけど、海外とかやったら全然そういうの出すでしょ。出す可能性ありますね。ありますよね。なんか面白おかしいじゃないけど、まあだってロビーの映像やからまだ出せるんじゃない。まあ、全然あのあっても自然なのかなっていう。それだけでいいか。はい、うん、納得した。はい、おこれはちょっとさすがにあるんじゃないかなと思います。っていうかまあ本物の映像でしょうね。マクドナルド。全国に展開するハンバーガーチェーン店マクドナルド。今回ご紹介するのはマクドナルドで撮影された恐怖の心霊写真です。おお。右上ですね。ああ、はい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 。ああ、はい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 。足っすか。なんやろこれ。なんか犬の足みたいな。犬の足にしか。本当ですか。犬か猫の足にしか見えないですね。うち左足見えますけど、これ親指でこう、あこうこう、そうですね。こんな風に見えますけど、これかかとでみたいな。あ、まあ、そう言われたらそうですね。かかと上げてるように見えるんですけどね。あーって言われたらまだわかるかも。そうですよね。そうどっちにしてもでもやっぱこれ足っぽく見えるよな。はい、それが人間、犬、猫、何か分かれへんけど、なんかでもこの写り方的には心霊写真っぽいですね。どうなんでしょうね。このなんか霊能者の方とかを見たりしたら、これはなんか出てきてますねみたいなのはなりそうやな。確かに。ただ僕らにはちょっとこれが心霊写真かどうかっていうのはちょっと判断するのは難しいですね。ただわざわざまあなんか合成してるようには感じないです。そうですね。わざわざこんな写真を作ったよね、うん、思わないですね。それは思えへんかな。夜勤。アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスに住む、投稿者はレストランで働いています。ある日一人で夜勤を担当している投稿者はその様子を伝えようと動画を撮影していました。その動画を友人に送信する前に確認していると、途中不気味なものが映り込んでいることに気づきました。皆
見ていただきましょう。こちらです。Like all day today, I felt bad. Almost at least like a little bit, I felt bad. And I don't know. I just like I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous, and I don't really know why. Like I have tried medicine. いつなんって思ったけど、これはすげえな。すごいっすね。これ気持ち悪いじゃない。その声にびっくりした。いつもそんな感じなの。俺の声にびっくりしてるとき、もう二人の声にびっくりしたもん。めっちゃ気持ち悪くないですかこれ。いや、女の人っぽいのが後ろに映ってたやつやんな。顔だけ見えたやつ。I don't really know why. Like I have tried to. これ気持ち悪いっすね。それはちょっと人じゃないな。はい、女の人や。いやー、これマジモンかなって思いますね。怖いな。これめっちゃ怖いですよ。なんかこれ気持ち怖いな。んかムンクっぽいような、なんかまあまあそんな感じとも取れるな。確かに。でしかもこの人なんでかわかんないけど体調悪いって言ってるんですよ。あっ、って言ってるんや。これ英語なんや。そうっすね。病院に行かなきゃみたいなことを言ってるんですけど、その原因がこの女の人です。おー、なるほどな。なんかちょっと残念。自分もそういうこと言うよ。心霊スポット行ったら体調悪いって言うけど、この人は別に俺と違って YouTube をやってるわけじゃないや、はい、普通に多分個人的に撮影してんやろ。夜勤してる時に体調悪い体調悪いっていうのを動画に残すんかなってめっちゃ思うねや、うん、でそのタイミングで映るってなんかすごいな。まあできすぎてる感はあるっすね。っていうのと画角な、もうちょっと胸元映さん。ああ、そうですね。頭もっと画面の上にして、はい、その女の人の例なのかな、あれはが顔だけ映るような角度っていうのは何回かしたんかなっていう感じにも思えるし、ただまあ怖い。怖いっすね。怖いっす、怖いっす。これは怖いな。もしかしたら例の可能性もあるんじゃないかなっていう感じです。 Like all day today I felt badHonestly, it's less like a little bit. I felt bad. And I don't know. I just like I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous. And I don't really know why. Like I have tried to like take medicine. Stage には一人。この映像は世界中の K-POP のファンたちに衝撃を与え物議を醸しました。韓国の人気男性アイドルグループザ・ボーイズのライブコンサートでとある異変が起こってしまいました。メンバーの一人であるヒョンジェが一人でステージに立っている時のことです。周りにメンバーやスタッフなど誰もいなかったことは確認されているそうです。ちなみに K-POP 好きよね。大好きですよ。知ってるこれ。ドボーイズですね。知ってますよ。知ってるやん。はい。ドボーイズって言われ。ドボーイズって。ザじゃないやん。はい。ヒョンジェやん。ヒョンジェですか。知ってるの。知ってます。へえ。じゃあちょっと見ていきましょうか。手は生きてる人の手ですよね。色味もな、はい、ちゃんと血通ってるよな、はい、でも男の人もな、綺麗もんな、 K-POP の人たちって。だから一概には言えへんけど、女の人っぽい手というか、まあ、綺麗な手が肩から出てると。でも誰もおれへん方って言われてんのやろ。ライブ映像かな。そうですね。作り込みではないと思うんですけど、うん、後ろにいる人がこうしゃがんでるかなんか分かんないですけど、うん、でたまたま角度的にカメラが角度的に映んなかっただけの可能性もあるんだろうな。だから引きのな。そうなんですよ。映像を見ないとこれ何とも言えないんですよね。ただまあその最後に一瞬だけ歩いてこの場を離れようとするシーンでは人が映ってる感はないんですよ。だからこれ難しいところが、合成じゃないんであればの話ですよ。心霊映像の可能性が高い。しかもこれ映ってても僕は違和感に感じないんですよ。はい。めっちゃ人気なんやろ。
そうなんですよ、僕も同じこと思いました。生き量ね、生き量ってほんまにめっちゃ強いんで、パワー、この生き量なんであればその人このコンサート会場におんねやろなって。怖いですね。怖いな、ほんまに一番怖いかもしれませんね。交通事故のニュース映像。HBC ニュース北海道放送にて報道された交通事故のニュース映像となります。4台が絡む交通事故で1名が亡くなるという痛ましい事故の報道なのですが、こちらの映像の中に奇妙なものが映り込んだそうです。見ていただきましょう。こちらです。この事故で最初に追突した乗用車を運転していた60代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、ほんま？この事故で最初に追突した乗用車を運転していた60代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれました。この車体の中の顔っぽいやつ。そうです。あ、これね、ちょっと初めは確かに驚いたんですけど、フレームじゃないこれ。まあ、錆びた。そうですね、そういう風に見えるだけですね。角度変わってんのにまたこっちを向いてるように見えんねんな。びっくりするぐらい顔っすね。いや、ほんまな。もうこれ誰も分かれへんやろ。実は分かる人が一人だけいるんです。君元整備士やんか。いや、そうっすけど、めっちゃ短かったんで。でも車体よく知ってるやん。分からんっす、マジ分からんっす。二度と整備士かだったかな。でもマジで短かったんですよ。本当に。それ分かってる分かってる。ボケさせてあげようと思って。あ、そうなんやから。そう、冗談やから。整備士って言っていいから。もう分からへんよね。心霊写真かって言われたらなんかそういう風に見えるっていうのは、シミラクラとかでもなくて、このボディの一部なんじゃないっていう風に思いますけどね。ただまあすごく限りなく顔に近い。びっくりするぐらい顔っすね。中から覗いてきてるように見えるね。そんな感じでございます。この事故で最初に追突した乗用車を運転していた60代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、病室でとある病院の一室で撮影されたものです。投稿者の方は子供のお見舞いに訪れていました。すると奇妙な現象が起きていることに気づき撮影を始めたそうです。見ていただきましょう。こちらです。 OK, go. Who is it? It's so weird. Is it you? Is it me? It's not me. It's motion sensor. There's no one over there. OK, do it one more time.Okay. One last time. You, okay. Wait, so are we friends now? Can you do it again if we're friends now? Oh. We're not friends? You don't like me? Okay. Are you a doctor? So, yeah. What are you doing? Shin Bei YouTuber. No. I'm not looking at this.Wait, so, do it again if you're a doctor. Wait, are you messing with us or are you actually a doctor? I don't know. 私のために水を出してちょうだい。全然違う。Are you just messing with us? 全然違うか。私たちに友達なのみたいなの言ったし。OK、センサーですね。この水は、蛇口がついてなくてセンサーに反応するんですが、誤作動でしょう。多分バグったんじゃないですかね。影でも反応しますし、普通に誤作動っていうのが一番自然なんですけど、海外の先ほどの映像であったなんかドアが勝手に開く警察署のやつだったじゃないですか。ああいうのを見ると海外やったらどうもこういうのがあってもおかしくないかなって思うんですよ。でなんかやっぱり僕の中のこの海外の心霊っていうのが結構フレンドリーなこのゴーストが多いっていうイメージなんですよね。なんでキッズの霊とかそういうのも全然おってもおかしくないんかなっていうふうに思うんで、全然まあ怪奇現象なのかもしれない。エアコンついたよ。
してたんですか？タイマーですか？タイマーしてない。今のは、怪奇現象。怪奇現象ですね、うん、はい、これが怪奇現象ですね。なので、まあ、ここにいる例はもうそのままでいいんですけど、もう今度全く動じない、むしろ追ってくれた方がこれからもすごいありがたいんで、もうウェルカムトゥエル、ウェルカム、ウェルカムトゥエル、ウェルカムトゥで止めたかったけど、エル出てくるわ。では最後の映像いきたいと思います。 OK, go. Who is it? It's so weird. Is it you?Me? It's not me. It's motion sensor. There's no one over there. Okay, do it one more time. Do it one more time, please. Okay. One last time. You... Okay. Wait, so are we friends now? Can you do it again if we're friends now? Oh. We're not friends? You don't like me?Are you a doctor? Are you a... Wait, so do it again if you're a doctor. Wait, are you messing with us or are you actually a doctor? I don't know. Are you just messing with us? アトラクションで遊ぶ息子を撮影していました。黄色の飛行機に乗る息子の隣にはもう一人の男の子が乗って楽しんでいるのですが、この後奇妙な現象が起こるのです。見ていただきましょう。こちらです。最後ですよ。え、二人乗ってたのに一人になってるってこと？だから一発目ほんまや、二人乗ってるわ。え、本当じゃないですか。確かに、もうそうやな、もろやな。すごいっすね。そういう角度で来たんや。その怖いっていうよりも不思議なんですね。パラレルワールド説みたいな、なんかいろんな要素が含まれてますけど、はい、まず一発目この動画を見た時に僕が撮影者であれば心配するのが、どっか落ちたですよね。もしかしたら目で見てこう撮ってたら2人は乗ってるのかな、はい、急いでないってことは僕多分そっちだと思います。なるほどね、はい、映像で見返したらあれ消えてるだと思います。なるほど、別次元的なやつもしかして。いや、もう言ってることはもうまさしくそうなんですけど、もう別次元連れてかれてるみたいな感覚ですよね。可能性もなんかあるんやろうなって思うな、はい、やっぱこの乗り物とかな、ね、電気ギラギラやし、はい、これを見た霊能者の人がなんていうのか一番聞いてる。おえ、これあれじゃないですか、ん、最初に乗ってた方がおかしいんじゃないですか。どういうことですか。まあそんなことない。だって説明文には息子の友人とか出るやろ。投稿者はアトラクションで遊ぶ息子を撮影していました。黄色の飛行機に乗る息子の隣にはもう一人の男の子が乗って楽しんでいるんですが、あら、だってそういうことっすよね。乗ってる男の子がおかしいんですよ。もともとそんな人はいませんよなんや。はい、怖っ。怖いっすね。もう一回見させて、その上でちゃんとおるやん。待って、気持ち悪いかも。待って、気持ち悪いかも。そういうことっすよね。めっちゃ怖いっすねこれ。めっちゃ気持ち悪い。だってさ、奥側に本当の息子さんが座ってるわけやんか、はい、手前側の人をこっち一切見ずに息子の方を凝視してる。おお、ずっと見てるんですね。怖っ。二人乗ってる人が一人に消えたんやって思い込んでたよ、はい、いやこれちょっと怖いわ。そう言われたら、なんかそれ言われてから手前とかもどうもこの世の人じゃない気がしてきたからな。怖え。
らしめホラーチャンネル。はい、ということで全ての動画が流れました。どうでした、コッシーさん。いや、もうめちゃくちゃ怖かったですね。もう最後の映像もそうですけど、男性がこう体調悪いって言ってたやつだったじゃないですか。あれの動画もなかなかリアルでめちゃ怖かったですね。怖かったなぁ。リーゴさん的にはどう、前回と比べて今回はどうやった。今回は素晴らしいです。素晴らしかった。はい、なんかまあまあ前回の方が驚きは多かったけど、今回パンチ効いてたな。はい、じゃあいつものあれいきますか。はい、まあこれは結構僕分かれると思うんですよ。視聴者の皆さんも多分ね、見え方が全然違うと思うので。ちなみにどれが一番推しなの。僕ですか。うん、ないんですよ、あんま。そのないんですよ、やっぱ。だから嫌いなんですよ。あんま自信なかったんですよ今日。あ、そうなの。はい、いや、よかったよかった。全部良かったですね。全部な。はい、はい、コッシーから行こうか。わかりました。ディエゴと俺はもう一緒でいいと思うから。じゃあコッシー、何番の何ですか今回の MVP は。12番の遊園地です。なるほどね。最後に流れた、これ確かに怖いよね。はい、いや、インパクト強いですね。なかなか分かれば分かるほど怖いみたいな。そうやね。はい、ただこれが怖くなったのは、多分初め勘違いしてたから怖さが倍増したんやなって感じやねんな。じゃあ僕とディエゴの MVP 発表しますか。僕かぶるしちゃいます。かぶる自信あるやろ。はい、いきます。せーの、6番の、あ、待って、おるるるる6番やな、さあいきましょう。せーの、6番の刑務所にて。いや、もうこれはもう確定やんな。そうですよね。いや、そうやって、なんで5番って間違えたん。はい、いや、なんで僕なんですか。いや、もうあれはもう僕らの好きなやつやん。はい、もちろんこれもすごいし、他にもすごい映像とかあったんやけど、一番リアルやねんな結局のところ。はい、あの扉が開いて、みんなの反応もそうやし、映像だってそうやし、霊が出てこないっていうところもまたいるよね。あれ結構あるあるなのが、ドア開いた瞬間にみんなが反応して、もうそれで止めてくれ、もう止めてくれっていう時にシャドウピープルが出てくるね。はい、あれが一番あかん。シャドウピープルが出てこないところがすっごいリアル。意図的にやっぱ映しに行くっていうのはやっぱなかなか難しくて、こういう映像の方がやっぱリアルなの入ってるよね。でもほんまこれ言えてると思うね。今新メンバーのさ、コッシー、そしてマフィーさん、ケンさん、名前何やったっけ。また忘れてるんですよ。すいません。ま、ま、ま、ほのさん、ほ、ほ、ほのさん、この動画めっちゃ覚えてるよ。絶対もう絶対言ってますよ。絶対言ってます。言ってますね。ほのさんか。はい、まあもういますけど、僕とディエゴってやっぱりもうずっといろんな現場回ってるからこそ、なんか映さないとみんなもっと喜ばせないとっていう風にやっぱ思っちゃうんですよ。でもみんなってそれ以外にもちょっとやらなあかんことがあるというか、言葉遣い気をつけなあかんなって、この例を絶対に取らなあかんとか、その一個じゃないや。うん、はい、だからこそ新しい人たちってそういう現象を捉えやすいかなっていう、そういうのやっぱ少なからずあると思うねんな。これはもう間違いなくMVP なのかなっていうふうに思いましたね。てディエゴが心の中で思ってることは僕は全部話しちゃった。はい、うん、全て全部あってます。全部ね。おー、まだ早いと分かった。いや、もうだいぶ分かってます。あ、そう。よー、こんにちは。ジェイチェリンサプジェチェリンサプ時間前ということで、今回のダラエラコはこれにて終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ダラシメン新メンバー発表いたします。ホラです。コッシーです。ケンスキーです。アンビです。
チャンネルが分かれるっていうことを覚えておいてほしいんですよ。都市伝説チャンネル、そして、だらしめん海外、このチャンネルを概要欄で載せておりますので、チャンネル登録をした状態でお待ちいただけたらなというふうに思っております。今こうやって動画になってるということは、ちょっと面白いことが起きたんですよ。めちゃくちゃ話し声聞こえる。やっぱり風を全く感じないんですね。怖い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 。今そのままお話しできませんか？